名古屋市港区で開かれた日の丸キッズ東海大会には全国から集まった小学生およそ570人が参加し、投げ技や寝技を積極的に仕掛け熱戦を繰り広げていました。また会場には名古屋市出身でリオオリンピック銅メダリストの湯田亜美さんによる指導も行われました。次の試合に使えそうです。優勝できるように頑張ります。難しかったけど、なんか新しい技が覚えられて嬉しかった。